はい、こんにちは、高山です。いや、やってきました、京都の八坂神社。今回なんですけど、縁結び神社に女の子だけで来る子、全員彼氏募集してる説、聞いてみたいと思います。いきなり縁結びの話したら多分みんな引いちゃうんで、旅系 YouTube としてのインタビューお願いしますっていう声かけで、縁結び最後に聞いていきたいと思います。行ってきます。踏み出す一歩が道となる。今日実はボス来てないんですよ。僕は一人で来てて、ボスいたらね、女の子インタビュー答えてくんないでしょ。なんで今日置いてきました。どんどんもう女の子見つけたら全員声かけるつもりで行くんで、最後まで頑張ります。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。今八坂神社行ってたんですか？はい。いいっすよね、ここね。とてもいいです。よかったですか？よかったです。どっから来たんですか？京都です。お姉さんも？私は東京から来ました。縁結び神社に行く女の子は彼氏いないんじゃないかって思ってるんですけど、ちなみに私は彼氏いない。あ、いないですか？お姉さんは？います。何の縁結ぼうとしてるんですか？でも通り過ぎただけで。ちなみに何日いるんですか？私、彼氏いないです。あ、何日間京都に。もうその話終わりました。とんでもない美人の3人組見つけました。ありがとうございます。今日は写真撮っていただいてありがとう。ああ、写真もうあと100枚ぐらい撮ります。今高校生ですか？高校生？え、若いから。アラサーです。嘘！ってことは34ですか？今回のこの着物のどうやって選んだんですか？個性が、もうらしさで。あ、な、結構派手好きですか？派手。一番派手じゃないですか？派手です。なるほどなるほど。いいっすね。八坂神社もう見ました？まだです。縁結び、縁結びで有名なんですけど、縁結びに行く女の子は絶対彼氏募集してんじゃないかなと思って。ね、今ね。ね、ね。なに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 、彼氏いる人、帰ろうか。長いんですか？まあまあ。ああ、別れる予定は？めっちゃ最近です。ああ、じゃあ一番楽しい時期だ。はい。こっからこう下がっていくパターンですかね。え、どうですか？結婚しても。ありがとうございます。今日はご旅行ですか？そうです。どっから来たんですか？私、神奈川から。あら、神奈川です。あ、そうなんですか？はい、そうなんですよ。旅行で？まあこの撮影も兼ねてなんですけど。奇遇ですね。え、これを運命と呼ぶんですか？どういう友達なんですか？ベトナム。ベトナムに住んでたんですか？そうですね。やば、僕カンボジアに住んでたんですよ。お隣さんじゃないですか？お隣さん。ちょ、もう一回だけ言っていいですか？運命。年齢は？今年33です。結婚します。僕今年33なんですよ。あ、そうなの？はい、奇遇じゃないですか？え、ありがとうございます。さっきアルコール消毒したんで。あ、大丈夫、私もお店でしてきました、はい、あ、でもその後トイレ行ったんですけど。え、今回八坂神社今から行くんですか？そうですね、今から。ちなみにほら、縁結びが人気じゃないですか？あ、そうなんだ。縁結び神社に女の子で行く人、全員やっぱ彼氏欲してんじゃないかなと思って。あ、ちなみにどうですか？います。なるほど。以上です。まあ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 、まあ、いますよ、そりゃいますよ、こんな綺麗なんだから。いつ別れます？ちょっとまだ見て。あ、そうですか、はい、じゃあまあでもね、この説はちょっと微妙ですね。別に彼氏がいても縁結び行くかもしれないってことかな。そうですね、はい、なるほどなるほど。そういう説の検証をもう一応兼ねて、まあ本当は個人的にちょっとお付き合いしたいなと思ってて。別れたらあのご連絡しますね。じゃあ完全にじゃあ LINE 教えてください。え、ガチでですか？ガチ、え、ガチ、ガチで。あ、そうです、高山とボスってチャンネルなんですよ。あ、わかりました、見ときます。これもフォローしておいてください。あとでもし共有し、もしあの、すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます、はい、お気をつけて、はい、え、マジこれいけたと思ったのに。マジか。まあどんどんいきますよ。はい、次いきます。すごい若くて可愛い子見つけちゃいました。あ、声あります？あります。ああ、よかったよかった。喋ります。あ、よかったよかった。今年20歳？はい。じゃあ成人式？はい。うわー、奇遇ですね。もう回りました？はい、あの縁結び有名じゃないですか、行きました？いや、あのくじ引いてきたんです、今。あの恋みくじ。恋みくじどうでした？今日でした。はい、今日の女です。結構へこんでます？はい、2連続で今日引いちゃったんです。清水寺行った時に恋みくじで、おう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 、今日で、おう、また今日でした。車とか気をつけながら帰ってください。ちなみに彼氏はいるんですか？いません。いない。おお、またまた奇遇だな。どんな人がタイプなんですか？可愛い人。男で。はい。お、例えば？笑顔がくしゃって。うん、ああ、ああ言われるわ。うん、どうですか？優しい人。ああ、なるほど。あれですか、なんかエスコートしてくれたりとか。ああ、はい。はいはい。一緒にいて、うん、楽な人、緊張しない人。
なるほどね、はい、こう自然体でね。そうです、そういえば昨日言われたわ。京都来たらもう底辺なんで今あなた、はい、あった、はい、今年諦めようかなって思って。うんでしょ。でもほら今年ももう1ヶ月切ってますし、こっから上がるしかないんで逆に。あ、そうですね。うん、なんでもうポジティブに行きましょうよ。こんなんでいいですか。こんにちは。ありがとうございます。もう一方いるんですけど、あの顔から下なら OK ということなんで。はい、可愛いです。すいません、あ、大丈夫ですか。大丈夫です。聞いてます。聞いてます。旅行ですか。ただの観光。旅行ですよね。ちなみにどっから。兵庫県から。はいはい、一緒ですか、はい、神戸ではないですか。神戸ではないです。神戸の人は出身聞いたら神戸っていう説ありますよね。あれちょっとうざいですよね。八坂神社はもう行きました。今からです。あ、これから。八坂神社って言えばほら縁結び、なんとか縁結びたいとかあります。結びたい。あ、ズバリ彼氏は今いらっしゃいますか。いないです。二人とも。奇遇っすね。ちょいやほら縁結び神社に女の子だけで行く、絶対彼氏欲してんのかなっていう。そんなことはないね。あ、ちなみにじゃあどういう人がいいですか。めっちゃ背高い人。あ、僕今しゃがんでるんですよ。いや、めちゃめちゃしゃがんでない。え、どう変わる。ほんまにちょっと。好きなタイプの男性は。ザ男みたいな。ありがとうございます。待ってました。例えばどんなところでそういうの感じるんですか。男らしさというか。男気。ああ、なるほどね。おごってやるよみたいな。おごってるとかじゃないけど、はい、君のためになら何でもするよみたいな。はい、またまたおきれいな方来ていただきました。ありがとうございます。どっから来たんですか。愛知県から来ました。お姉さんは一緒です。あ、一緒に来たんですか。はい、愛知の大学に行ってるんですか、はい、で今学校が休みで京都に観光で。はい、お似合いっすね。なんか日本舞踊とかやってました。あ、やってます。まさかの。八坂神社見ました。あ、はい。縁結びが有名じゃないですか、うん、縁結びに行く女の子は絶対彼氏募集中なんじゃないかっていう。私たちも一応いるんですけど。あ、縁結びの募集中にずっと一緒にいれますように。なんかね、大学生じゃないですか。僕はもう33ですよ。何をやってんだと。おごと言ってる場合じゃないんですよ。はい、とんでもない美人の2人見つけました。どうぞよろしくお願いします。旅行ですよね。まあ、プチ旅行。今回ほら、GoTo トラベルとかあるじゃないですか。あ、はいはい。あれ使いました。使ってます。ホテルとかですか。はい、ホテルです。あれいいっすよね。ねえ、初めて使います。ああ、ねえ、八坂神社といったら、はい、やっぱり一番あるのが縁結びじゃないですか。あ、そうなんですか。そうなんですよ。縁結び神社に行くってことは絶対彼氏募集してると思うんですよ。あ、ちなみに彼氏募集はしてません。してます。どういうタイプがいいですか。ちゃんとごめんなさいが言える人。はいはいはい。さりげない気遣いができる人がいいなって。なるほどなるほど。カバン持ちましょうか。いや大丈夫です。さりげなくなかったです。ごめんなさい。今どうでした。今のごめんなさい。あ、だ、あ、ほんまや。またまた可愛い子ゲットしちゃいました。どうぞ。いや、自画自賛タイプ。え、何の友達なんですか。こちら、ハトコ同士。ハトコ同士。え、ハトコって何でしたっけ。親がいとこ同士。はいはいはい。血はつながってる。六等身。六等身。つながってる。ちょっと何言ってるか分かんないです。え、でも全然似てないですね。そう、そう、全く違う。全く違う。どっちが年上だと思いますか。こっちが上でしょう。何歳だと思いますか。24。うわ、20歳21。え、老けてますよね。え、そうやけよくやる。あ、ですよね、はい、あ、やっぱり、ね、私でも18とかでいける。はいはいはい、はい、とか肌がやっぱツヤツヤっすね。こっちの方が。いや、確かに。カテック。なんかワックス塗ってます。八坂神社といったら縁結びで有名じゃないですか。ちなみにお二人は彼氏とかいるんですか。います。帰るか。いやほら、ぶっちゃけ縁結び神社に女の子だけで行くってことは絶対男欲してんのかな。もしかして2人目探してます。こっちちょっと長いんで。あー、長い。あー、私今5ヶ月ぐらい。あー、なるほど。じゃあそうですね、そろそろ別れる時期ですね。ちょっと別れた時連絡欲しいんで LINE 聞いてもいいですか。はい、ということでインタビュー答えてくれた女性の皆さんありがとうございます。いやー、なんか思ってたよりね、やっぱ男欲しいのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、今の彼氏との縁をより深めたいっていうね。
これめちゃめちゃ深くていい話だなと思って、自分で滑稽だなと思いました。はい、まあでもね、こういうのも聞けてよかったっていうのと、あとさっきあの屋台のおっちゃんと話してたんですけど、まあこういう時代で観光客の人がとにかく少ないみたいです。本来であれば外国人の人ももっとバンバン来てるんですけど、僕も今日長い時間いて外国人の人ほぼ見てないですね。まあ今まあもちろん空いてるっていうとメリットあるんですけど、もちろん密には気をつけて、京都すごいいいとこなんで、皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。それでは本日もありがとうございました。縁結びの神様の神社になりますね。恋占い、僕も占っておこうかなと。今後のね、何があるか分かんないんで、大吉出たら僕ここで1000円お賽銭します。でそれ以外だったらすみません、もう5円とかね、ちょっと一回行ってきます。買ってきました。え、マジか、ここで出る、あれ全部大吉なんじゃないのここ。マジか、うわこれはえぐい。はい、マジ言わなきゃよかった。まあでもね、これをね気持ちよく入れることによって僕の縁が深まりますからね。じゃあマジ入れます。返せ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 。1000円も入れたから絶対今日いい女抱こう。